黄檑ゴ,ゴは大豆の種子から採取される油脂。最も代表的な植物油でサラダ油のたマヨネーズやマーガリンの原料などとして広く用いられる。2010、11年度では黄ゴの生産量は世界の油脂生産量中第2位でアメリカでは植物油消費量の2、3を占めている。日本国内では液状植物油消費量の約4割弱を占め、 ナタネ油に次ぐ。要素化124-139の反感性油。炭鉱色で、脂肪酸素性は、リノール酸、約50%、オレイン酸20%強、パルミチン酸、約10%、リノレン酸、約10%、ステアリン酸、約5%。CAS 登録番号は、8001から22から7で、喧嘩化は189-195。195 比重は0.9160.922。生成応後の因果点は摂氏328度、発火点は摂氏363度であるが、低純度のものはこれらの温度が低下する。大豆の採油は古くから魂目に代表される低温の圧作法が用いられてきたが、採油効率が低かった。このため破砕加工した大豆に溶剤を加えて脱脂する。 溶媒抽出法が開発されている。溶媒抽出法は、溶剤を使うため消費者から不安視されることがあるが、ヘキサンの沸点は69度前後であり、加熱の過程を経れば容易に除去できるため安全性は確保されている。安価で色や匂いが少ないため、天ぷら油やサラダ油に適している。家庭用の調理油には安定性を高めるためな種、油や高温油。 クエン酸などの酸化防止剤が添加されている。また、比較的良好なエマルションを形成するため、マヨネーズやドレッシングの原料としても用いられる。水素添加により自在に高回油が得られるため、マーガリンやショートニングの原料としても重要である。食用以外では、合成樹脂、塗料、石鹸、リノリウムなどの工業製品のほか透明性の高さを生かし、 1985年頃から大豆陰気としても使用されている。生成過程で除去された臨室は大豆レシチンとして健康食品に加工される。USDA National n リア t ト r i タ n t ス、Database 植物油の生産から消費まで社団法人日本植物油協会 ABE 15710の化学商品化学工業日報社2010年1379ページ 横山つとむ、ダッシュ大豆は、大豆かすにひず、公設者2017年12月5日閲覧。ありがとうございます。